かなえやすし豊かの厨房の風景小籠包は、中国や台湾でよく食べられている中華料理の点心の一種。コカゴ油包あるいは小籠包ことも呼ばれる。稀にコカゴ包や小籠包と表記されることもある。小籠包は、豚のひき肉を薄い小麦粉の皮で小さなサイズに包んで、小精路を無視したパオズである。特徴として、薄皮の中に具と共に厚いスープが包まれている。 上海が起源と言われており、一説には上海市の西北にある町、南省で発祥したとされるが、台北市にも著名な飲食店が複数ある。上海の南省まん店一説によれば、小論法の起源は1871年に、中国の家庭圏、南省鎮の菓子屋、古、遺縁の店主、小明県が売り出した、南省大肉饅頭にあると言われている。 南小大肉饅頭は、好評を博したため、同業者からすぐに真似された。その後、工夫を凝らして、具を大きく皮を薄くし、簡単に真似ができないよう技術的な改良を加えた、古、伊縁、南小小カを販売し、たちまち有名な饅頭としても手配された。当初より現在まで、南小小カと呼ばれ、これが、今日の小論法という名称となっている。 イエン店主、高明アの弟子である、ゴ・正ョが1900年に開店した老舗、長ョ楼が1920年頃に売り出したところ、上海で人気を呼び、現在は、上海の名物天津となっている。この説は、南省万住店の観光案内などに使用される、もので、歴史的資料に基づかない、同店舗の宣伝の可能性がある。熱々のスープの入った、 小籠包大きさは一般的な肉まんと比べてかなり小ぶりで直径は約3センチメートル程度。大きさから言えばシューマイに近い。皮は小麦粉を半ば発酵させよくこねたものを円形に薄く伸ばし広げて作る。特徴のスープは元々のレシピでは豚皮を煮込んで冷やした肉皮糖という煮こごりを豚のひき肉に混ぜ込むが現在は 鶏のゼラチンを用いたり、中には豚皮、牛骨、サメの軟骨を加水分解で工業的に加工して作った食品用ゼラチンを用いるものもある。このゼラチンが、せ露の高温で蒸され、溶けてスープとなる。熱々の肉汁を含んだジューシーな味わいがその最大の特徴となっている。したがって、冷めたものではその特徴を味わえず、蒸したてをやけどしないよう気をつけながら、 箸で、つまみ、レンゲでスープをこぼさないようにして味わう。通常は、薄い皮の折りひだを14以上作り、具を包む。具には、白菜や、椎茸、黒具合などの野菜類やキノコ、エビやフカヒレなどを少量混ぜた豚のひき肉を入れる。豚肉には皮や皮下脂肪の部分も混ぜ、ゼラチン分が含まれるようにする。このほか、上海で名物となっている上海ガニの実を入れた。 カニ肉コカゴやメスの内子を入れたカニキコカゴもあり、高級品として特に珍重される。豚肉を食べることが禁じられているイスラム圏においては、豚肉の代わりに鶏肉、羊肉を使った小籠包が提供されている。タレは酢だけか、これに醤油を混ぜたものを用い、これに千切りにした生姜を混ぜる。日本の焼き餃子のようにラー油を使うことは中国では稀である。 すでに味付けされ、タレが不要のものもある。なお、スープで煮込む小籠包は本来中国には存在せず、2021年には日本の小籠包スープの存在が中国国内で物議を醸した。台湾の金江安市豊か上海旧市街の予援省庁内にある南小万十店が本家を名乗っているが、上海近郊以外にも 台湾と香港などの中華圏で広く食べられている一般的な料理である。台湾の台北市には観光客に人気のある金すし豊かの本店があり、現在では上海にも出店している。観光客は前日のような有名かつ比較的高級な店に集中しがちであるが、台湾では特別な料理ではなく街中の定食屋で安価に提供される庶民の味である。 中国では、上海近郊の西にある、古国藩のチャンスーシ無ク氏が上海と並んで、本場とされ、無釈小籠包は、無クの名物料理と言われている。無クの小籠包はあらかじめ醤油で味付けされ、濃厚で甘い味が特徴である。ありがとうございます。